毎度バカバカしい話を一席、与那助チャンネルです。ここは落語協会なんですけどね、まあ私はですね落語芸術協会の所属でめったにですねここには来ないんですけどね、ぜひですね会いたい人がいましてですね、その方にですね報告したいことがありますんで突撃します。突撃。はい、こちらご迷路玉之助さんでございます。はい、桂宮治です。あのね宮治の方が今ね、うん、今旬だからね。旬ですから、うん、宮治で売ってます最近は。あ、そうなんだ。先生、まずこれから見ていただきたい。 ありがとうございます。これがね、いいんですよ。しかし綺麗な色とデザインですね。じゃあね、うん、今電話しましょう。嬉しい。米助です。あ、おはようございます。で、今ね、そうだ、YouTube 回ってっからね、これ。マジですか。ああ、うん、マジですか。突撃。あの、米助チャンネルでね、以前配信して、はい、見た方は分かってると思いますが、はい、とにかく玉之助さんはですね、この手ぬぐいのスペシャリストでございまして、手ぬぐいだけできてますから。いや、はい、本当にもうこれはすごいんでありましてね、はい、もうだってあれでしょ、専門以上話し家のもうぐらいあります。もっとあるかな。はいね、はい、あの本当に推進手ぬぐいを、はい、あとですね落語家だけではなく他の分野の人やなんかでも手ぬぐいをデザインをしてデザインしてるんですよ、いろいろと。でもちろん私も、はい、この間ね出てもらった時に、はい、手ぬぐいをデザインしてもらったんです、はい、それがいよいよできましたか。うわー、楽しみですね。でございます。結構あれでしたよね、うん、5つぐらい作ってきて、はい、師匠のお気に入りなのを2つ作ったんですか、うん、そう、2つ、ね、2つ、うん、はい、先生まずこれから見ていただきたい。 ありがとうございます。ぜひ。おこれはあれですか。はい。はい。これでしょ。これは、なんだかわかんないですもんね。うん。これだとなんだかわかんないんですけど、これはね、僕的には、最初は、ちょっといくつかデザインするんだけど、これはダメだろうっていう。あ、ダメだったの。いや、ダメっていうか、うん、ダメっていうか、師匠は選ばないだろうなと思ってた手ぬぐいだと思います。それがなんか気に入ってくださって。俺は。ほら、まだわかんないでしょ、うん、これを結局広げてみると。そうなんです。見るかな、わかります、米助のよ。そう、カタカナのよなんです。これ、ね、米助のこれね、なんだかわかんないですもんね、言わなきゃ。そう、言わなきゃわかんない、はい、でね、俺色的に好きなの、はい、あ、ありがとうございます。白にブルー、はい、そしてここ見てください、ここもほら、ちゃんとこれ、はい、玉之助さん描いてくれたんですよ。これもいいんだ、だからこれをね、はい、いいかなと思ってる、はい、これはね、うん、ちょっと僕も選ぶと思われてなかったんで、うん、だけど結構こうなるといいですね。いいでしょ、はい、でこれね、はい、結構あの舞台に使うときに邪魔にならない、はい、そうですね、そんな感じですね、うん、うん、これはこういう感じです、はい、ありがとうございます、はい、もう一つ、ね、もう一本、はい、もう一本、はい、もう一本先生見てください。わかりました、うん、あ、これですか、これ、これこれ、やっぱり師匠というと、はい、しゃもじ、うん、しゃもじと、うん、しゃもじですよ、色もしゃもじの色で、うん、しゃもじ手ぬぐい、しゃもじなんですが、はい、ここに師匠というとしゃもじと野球、うん、ここに一本バットが入ってる。これここにバットにバットが入ってるんですよ。わからないようにバットが、これがねいいんですよ。バット入れました。これね、はい、僕はこれはね、はい、話し家さんよりも、はい、普通の方々が喜ぶ。あ、そうですね、一般の方々はい、うん、
これなんか台所に置いてくと良さそうですね。ね、ちょっと可愛いですもんね。スキンの代わりにこうやってもいいし、うん、そうそう。これがちょうどしゃもじだから。うん、全くなんで変哲もなさそうですもんね。なさそうだけどで開いてみるとカタカナのよで。そういうのはね、うん、楽しいんですよ。でしょうね。だからこれも、うん、だから全く分かんないで、あ、しゃもじかって。うん、多分思うと思うんですよ、うん、お客さんもね、あ、ヨネスケだからしゃもじだって、うん、まあみんな、うん、ヨネスケイコールしゃイコールと言ってるんですけど、みんながどんな方がも、うん、あ、隣の晩御飯ねって浮かぶじゃないですか、はい、だからこれは師匠っぽいですけど、うん、でも一個だけ実は違う。そうなんですよ、これがね、こういうのがね、楽しいんですよ、うん、ね、やっぱりデザイナーはそういうところをやっぱり気にするというか、はい、ちゃんとチェックしてくれてるんですよ。いいですね。これでも僕が思ってた以上に可愛くなりました。あ、そうですか。はい、だから髪だとね、うん、なんか味気ないじゃないですか、うんうん、これはね、なんかすごくいいですね、うん、あれでしたね、うん、色もいい感じに染まりましたね、うん、はい、あとね、うん、よく今回もしてもよかったんですけど、うん、これバットが1個だけあるじゃないですか、うんうん、それかあとこの辺だけ1個色変えるとか、なるほど、はい、なるほど、うん、のもたまにやります、うん、でこうやって同じ柄になってるんだけど、うん、一つだけ色がちょっと入ってるとかっていうのも、ね、この二人にちょっと判断していただきたいと思います。まずは竜亭こちらくです。はい、そして髪型から来てくれました桂ジャクタです。よろしくお願いします。全部見せたらこんな感じです。どうもあ、そうそうそう。でね、今日はすいませんけど、はい、ここにありますこの手ぬぐいでございますけども、はい、この手ぬぐいをね、はい、ちょっとデザインしてもらったんですけども、これがまあどっちがいいのかとか、俺はこっちの方がいいなってちょっと、しかしあれですね、普通デザインしてどっちがいいのかって言って、うん、こっちってなってからこれ染めるじゃないですか。そうでしょ。どっちも染めてんだったらもうどっちでもいいんじゃないですか。そうやね、もう出来上がってるわけですから。どまあ一回一応見ましょうか。もうとにかく、はい、じゃあもう同じように見せてもらいます。そうです、ね、ああなるほどなるほど、こういう、ね、こういうデザインなんですけどね、はいはい、でこれね、ただしゃもじだけじゃないんですよ。ほう、うん、一番ちょっともうちょっといい、これ広げて、はい、ほらここがバットになってる。おお、一本だけ、一本だけバット。間違い探しみたいな面白さが、そうだから知らない人は、あ、しゃもじねだけでしまっちゃ欲しくないのよ、はい、あら、ここにバットがあったんだ。なるほど、うん、そういう感じなのね。今みたいに僕みたいにちょっと、あ、ちょっと広く使っちゃったってこうやってやっちゃったらもうバットが見えないから。見えない、うん。で、もう一つが。もう一つ。はい、こっち開きましょうか。これですね。ありがとうございます。これです。色いいですね。あ、色いい？綺麗ですね。こっちのなんか色も綺麗、うん。全然違うデザインっぽいですね、これは。じゃん。お？こうですか？ほら。こうでございます。あ、いいよ。え、これ。え、よく読めたね。ひらがな。ああ。え、どういうこと？ひらがなのヨネスケのよ。こっち側から見たあれだ。ひらがな？よ。あ、ひらがな。カタカナのよ。カタカナやの。ひらがなってこうでしょ。あ、そっか。いや、この青っていうかなんかちょっと面白いですね。綺麗な、すごい綺麗な色、うん、絶妙な色、うん。これなんですけど、はい、これもし舞台で使うとなったらどっちになる？ちょっといいですか、うん、いいよ。結構人によってなんですけど、うん、畳み方違うじゃないですか、使う着物の、うんうん、僕は、うん、僕が自分で使うとしたら、はい、はい、すごいですね、こういう感じのサイズになるんですよ、うんうん、ちょっと単純に簡略、うん、ちょっと簡単に、そう、これが正式な着物、うん、あの手ぬぐいの畳み方です。ちょっとコンパクトな、そうなんですよね、うん、僕の感じかな、うんうん、でも大体大体、俺も教わったのはこの畳み方です。マニさんはどう使います？なんか、うん、ね、え、そんな、こうでしょ？うん。あ、多分ね、ちょっと微調整するんですよね。うん。この辺りで。そう、手ぬぐいによってサイズちょっと違ったりしますもんね、長さもね。あ、こうやって畳むんだ。うんうん。で、
あ、このサイズですね。ああ、これの、あ、ちょっとでかいわ。これがこれですわ。これで、だいたいこんな感じ。ちょっと見せて。面白い。こっちはね、ほら。だ、僕は本当これぐらいにするんで、うん、全然違います。全然違うやん。ほら、全然大きさが違う。でも、俺もこっちの感じなんです。これ、キセルするとき、タバコ全然入らないですよ、このサイズ。これだけど、舞台に使うにはどっちのやつがいい？僕。こちら区はどっちがいい？いや、どっちだろうなぁ。僕結構総柄みたいなの好きなんで、うん、こっちの方が好きかもしれないですね。あ、そっち。で、ちょっと、多少、やっぱちょっといじって、うん、せっかくだから、しゃもじが見れるぐらいの、うん、大きさにしちゃうと思いしますけど、うん。じゃあ、まあ、折り方はちょっとどうにかして、うん、あ、じゃあこういう風にして、うん。ごめんなさい。で、ちょっと大きめだね。はい、しゃもじちょっと見える。あ、いいね。じゃあ、僕ね、使うんだったら、うん、まあ、僕こっちかな、やっぱり。おー、やっぱり分かれる、ね。この色綺麗でしょ。色ね。色いいですね。すごくいいな。芝浜の財布もこんな感じっぽいじゃないですか。ああ、なるほどね。まあ、こういう風にして色々分かれるんですね。分かれますね。面白いね。しかし、綺麗な色とデザインですね。うん、いいね、玉之助さんのデザインは。玉之助師匠。すごいですね、うん。素晴らしいですね。突撃！で、今、ほら。玉之助さんは、はい、あの手ぬぐいの一種コンテストとか、はい、あ、やりますね。今日今年だから、うん、これ出しますよ。あの噺家の手ぬぐい大賞っていうの、うん、お、噺家の手ぬぐい大賞のノミネートさせていただきます。はい、去年は初めて芸協の、うん、誰だった？右近くん。あ、右近？はい、羽の光。はい、羽の右近くんが初めて芸協から、うん、今年は何月頃やるんですか？いつも暮れにやるんです。暮れね。暮れに、はいはい、こんだけ番号つけてどれを投票しますかっていうの暮れにやりますんで、で表彰式ありますんで、お、それちゃんと今年も僕の YouTube で表彰式の模様も、うん、それはぜひ、もし俺、はい、大賞取った、大賞、ここの2階でやってますから、うん、毎年大賞取った、それヨネスケチャンネルで流しますよ。ぜひお願いします。うん、はい、で今日はそこいいんですか、うん、僕も師匠に今年の手ぬぐいをお渡ししようと思って持ってきてます。うわ、嬉しい、はい、ありがとう。今年も新しいの、ちょっとこれ普通の感じなんですけど、普通ほらこういう感じなんですよ、ね、これはこうし、これはもう一応5本と6本で5迷路にしたんですよ。5と6で、これ辺がちょっとピンクがあるからね、はい、ちょっと開けてみよう。全体を広げると、うん、お、これがね、ほら、こういう下もちょっと色が変わってですね。あ、本当だ。ここで、はい、こういう感じになるんだ。はい、ほら、どこに、うん、ご迷路。僕が自分でこれ書いたんですけど。お、ご迷路。それで、はい、これ格子が、だから ご迷路。で、玉之助ここに玉を。玉。玉を上下に。なるほど、玉之助、はい、で、こっから今度また色をちょっと変えたりして、だから畳んでる時は結構地味っていうかね、うん、ただの格子なんですけど、これは畳み方によってちょっと出すところも変えれば、うん、ちょっと派手にもなるし、ピンクが出てもいいし、こういう風に、はい、もできるし、もうできるし、こうやると今度は逆にちょっと粋な感じの、うん、そうですね、それだともう普通の格子でなんか使いやすい、こういう感じになるという、はい、これ話し方はね、はい、結構折り方やなんかで、そうです、みんなね変え違ったりするんで、うん、まあその人の好きなように好きなように変えて、ちょっとちらっと色がこう見えたりとか。ありがとうございます。突撃でね、はい、あと一つお願いがあるんですけど、はいはい、何でしょう。あの俺落語協会は所属が違うんで、はい、あまりお付き合いがないんですよ、はいはいはい、ですから、うん、これ玉之助さん誰か紹介してくれませんか。お、いいですよ、うん、誰でも。どなたがいいですか。誰ですかね、どんな人間がいいですか、うん、いや誰でもいいですよ、玉之助さん。面白いのは、うん、2つ目とかだと、うん、はい、あ、はい、え、紹介してくれるの。あ、言います、すぐ喜んでくれたの。 あいつもうすぐ喜ぶやつです、うん、あ、じゃあね、うん、今電話しましょう。うわ、嬉しい嬉しい。昨日も一緒だったんですよ。あ、そう、はい、かきくけ。もしもし。おはよう。ちょっとね、うん、
話してもらいたい人がいるんだよ。はい。その方と、怖いですね。怖いよ。すごい怖い人だからね。怒ってるからね。どうも。もしもし。あ、もしもし。米助です。あ、おはようございます。え、お前、あれ、小弱症でしょ。あ、だね、え、玉の助だね。小弱さんの。そう、小弱症。はい。はい、米助師匠が、うん、YouTube 出てもらいたいんだって。僕ですか。うん、いや今ね米助師匠に誰か紹介してくんねえかなって言うから、はい、面白いですよって言って今。あ、ありがとうございます。モノマネすごい得意なんで。モノマネ得意、はい、うん、玉之助さんから紹介されましたから、うん、あの、はい、いいですか。うん、よろしくお願いします、うん、ぜひね、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、じゃあよろしくね、はい、はい、すいません、はい、お願いします、はい、あの木久扇師匠のよくカバン持ちで、そうですそうですね、はい、僕ら会いましたよ、はい、地方やな、そうですそうです、行った時に、うん、やってます、 ありがとうございます、はい、とんでもないです。